ちらではお腹に効く6種類のエクササイズを30秒2回行います。それではご一緒にやってみましょう。最初は通常の腹筋運動です。両膝を立て、手は頭の後ろでセット。上半身を持ち上げます。腰が反らないように腰を床にグッと押し付けて、下腹に意識を集中しましょう。呼吸を忘れないでください。次はシザーレッグ&ハンドです。体格の手と足を大きく広げ、上で合わせます。ご自身のスピードで大丈夫です。肩関節と股関節の動きを意識しましょう。上半身はできるだけ持ち上げて、次は反対側のシザーレッグ&ハンドです。上半身を持ち上げましょう。腰が反らないようにお腹にぐっと力を入れて、呼吸を忘れないようにしましょう。次はスパイダーマンプランクです。肩の下に両肘をセットします。前後に1、2、スパイダーマン。お腹に力をグッと入れ、お尻が上がらないようにしましょう。体幹が鍛えられています。次はサイドプランクです。肩の下に肘をセットします。腰を上下に動かします。きつい時は静止状態で大丈夫です。背中が丸くならないようにお腹に力を入れて、少しきつい動きです。頑張りましょう。次は反対側のサイドプランクです。残り3秒。1回目の最後の種目です。手と肘でしっかり上半身を支えます。呼吸を忘れないでください。お腹に意識を集中しましょう。次は腹筋運動です。残り3秒。2周目スタートです。半分終わりましたよ。もう少し頑張りましょう。腰が反らないように腰を床にグッと押し付けて、呼吸を忘れないで。次はシザーレッグ&ハンドです。手足を大きく広げ、上半身を起こすように、少しきつくなってきましたね。呼吸を忘れないでください。次は反対側のシザーレッグ&ハンドです。半分以上終わりましたよ。腰が反らないように注意しましょう。もうあと少し頑張りましょう。次はスパイダーマンプランク。残り3秒。お腹に力を入れて、お尻が下がらないように注意しましょう。
次はサイドプランクです。残り3秒。ふう、きついですね。でもあと少しです。呼吸を忘れないでください。頑張りましょう。いよいよ次は最後の種目です。最後までお腹の力を抜かないように。もうほとんど終わりです。呼吸を忘れないで。素晴らしいです。もうあと少しです。残り5秒です。3、2、1。わー、素晴らしいです。お疲れ様でした。